はい、どうも、カッパ園長です。じゃあね、柴崎工作員さんのお話いきましょうか。なんか、シャインマスカットのほら、中国流出で100億円ぐらいの損失がって話 ありましたよね。あれでやっぱりね、注目されるんですよね。マスコミ的にはなんかこう、蒸し返されるみたいな、なんか被害者面でこの擁護記事みたいなのは飛ばしてるんですけども。ね、コメント欄にもなんかこうね、このなんかこう、五毛くんたちが殺到するっていう、もうまさに、逆になんかこいつの、こいつ、ね、こいつもなんかこう、ね、何枚、一枚どころか何枚も噛んでた証拠みたいなことになっちゃってるんですけどもね。こういうところはちょっと下手くそですよね。まあいいんですけども。まあ今後はね、こういうなんか、なんだろうな、まあいいか、とりあえず内容を確認しますか。シャインマスカット中国流出、損失100億円で蒸し返される、マスコミはそう言ってるんですけども、柴崎コウの名前っていうことでね、蒸し返すも何もないじゃないですかね、うん。で、今高級ブドウの代名詞的存在になったシャインマスカット、33年の開発期間をかけ2006年日本で誕生した品種だが、種苗が中国に流出したことで少なくとも年間100億円の損失が生じていることが農水省の試算で明らかになったと。これもね、まあ僕もほらね、ちゃんとこの対処しなかった日本が悪いとは言いますけども、そもそもがね、うん、まあいいか。で、シャインマスカットは2016年頃から海外に流出、中国での栽培面積は日本の約30倍、仮に中国の生産者がシャインマスカットの種苗を正規に購入していれば、品種を開発した日本は許諾料として年間約100億円を受け取れることになる。しかし無断流出のため丸々損をしている状況だと。で、まあ中国だけじゃないですよね。とある半島のあの国でも大々的に栽培され、ね、大人気ですよね。そうでもないか。最初はそうでしたよね。で、しかも、中国もあの国も国内消費のみならず海外に輸出してね、荒稼ぎしてるんですよね。で、しかも今度は日本に逆に輸出しようみたいな計画まで出てきちゃってね、うん。で、しかもこれはね、違法じゃないと。ね、新品種として海外での権利を保護するには登録が必要ですが、シャインマスカットは開発当時輸出を想定してなくて申請期限が過ぎてしまったと。なんともお粗末な話ですが、まあ中国やあの国では栽培は合法なんですよね。で、流出したのはシャインマスカットだけではないと。で、イチゴでしょ、桃、サクランボ、サツマイモなど多くの日本品質が流出していて、全部合わせると損失はね、もう数千億円単位規模ですよね。で、まあ、中でもシャインマスカットの海外流出のニュースが大きな注目を集めて、ネット上でも怒りの声が多数飛び交ってるんですけども、もう僕とかご覧ってあなたはね、怒りを通り越してね、うん、もう盗んでった奴らはもうね、盗っとどもなんで、しょうがないって言ったらおかしいんですけど、日本がこの取られないね、このなんかこの枠組みっていうか準備をさ、怠ってきたどころか差し出しちゃってるからもう話にならねえよなっていうことですよね。うん。で、まあ長い年月かけて一生懸命研究開発した方々の努力の結晶が一瞬で水の泡になってしまう。まあなんとも腹立たしい気持ちになるとか、シャインマスカットだけに限らず、イチゴも、完全に農水省の怠慢。怠慢というか農水省がガンですよね。で、こう、そういえばツイートで種苗法を反対してた女優がいましたね。柴崎コウだけど、とか、柴崎コウとそれに乗せられて種苗法を反対した人、息してるの?とか。まあ、この女優のこの柴崎コウさんへの批判が相次いでいるが、なんでかっていうね。マスコミもなんでかじゃねえよ。一体どういうことかじゃないですよね。で、農水省は種苗の海外流出を防ぎ、知的財産を守るため2020年12月、改正種苗法を成立させた。具体的には品種の開発者が種苗を輸出する国や地域を指定できるようになった。これに違反して故意に持ち出した場合、刑事罰や損害賠償の対象になる。そしてもう一つ、種苗を買った農家が、収穫物から種苗を取って次の栽培を使う場合、まあ、自家採取って言うんでしたっけ、品種開発者の許諾や使用料が必要になったと。
で、実はこの法律が改正されるとき大きな話題を呼んでいたのが、まあ僕もね、動画でね、何回かお送りしましたけど、ね、柴崎コウさんのツイートだったんですよね。2020年4月、柴崎さんは何回かに分けてこんなツイートをしていた。皆さん、種子法、種苗法ご存知ですか？新型コロナの水面下で種苗法改正が行われようとしています。自家採取禁止。このままでは日本の農家さんが窮地に立たされてしまいます。これは他人事ではありません。自分たちの食卓に直結することです。で、この種、種を自由に再利用できないことが農家の負担になると主張していたんですけども、このツイートをきっかけに様々な議論が湧き起こり、柴崎さんへの強い批判が起きた。そして当時の批判が今回蒸し返されていると。で、マスコミが言ってるんですけども。で、柴崎さんは数年前北海道に移住し、農業に挑戦中。関心が大きかったことから意思表示したんだろうが、結果的に批判を受けて当該ツイートを削除する事態にもなった。とはいえ、柴崎さんのツイートで議論が深まったのは間違いない。今更話が蒸し返されるのはちょっと気の毒かもしれないって日本のマスコミがね。まあ、擁護記事の類ですよね。うん。なんでそういうことになったのか。ね、柴崎さんがどういう意図でそういうね、ツイートをしていたのかっていうところまで見てないですよね。うん。そうすると、だってほら、ね、非難が殺到したのは当然ってことになっちゃうからね。うん。で、これコメントもね、すごいんですよ。ね、この五毛くんたちに荒らされまくってね。ね、柴崎擁護記事、擁護コメントで溢れ返るんですよね。うん。で、まあなんか、とある半島のあの国は逆にね、日本に輸出しようなんていう計画は挙げてましたが、これって確かできなかったんじゃなかったっけ？なんか外国産シャインマスカット日本で販売できなかったと思うんですけどもね。なんだっけな、この UPOV 条約みたいなのがあったと思うんですけど、どうなんですかね。イオンさんとかイオンさんとかイオンさんみたいな感じはやっちゃうのかな。うん。まあでもこれ一生言われ続けるでしょうね、柴崎さんはね。うん、これは仕方ないです。ね、言論にはやっぱ責任も伴うと思うんで。てかこの程度で済まされてるのがね、うん、むしろ文句垂れてる場合じゃねえだろう、おめえ。覚悟しとけよって話ですよね。うん。まあこれもいつも言ってますけど、結局日本は平和ボケしてる証拠の一つでもありますよね、こういうのは。こんだけね、このグローバル、ね、言われているのにもかかわらず、ね、周りの国はやっぱり同じ、我々日本国民と同じようにこのね、同じ感覚で、まともな感覚、だから我々にとっての普通が海外の人たちも普通だと勘違いしてる人が未だに多いですよね。特にやっぱりこのトクアの連中、隣国はもう民族性的にも根本からぬすっと民族じゃないですか。騙される方が悪いっていう教育、経験を得てきてますから。ね、で、当然嘘も100回言えば真実になるっていう、そういう奴らでしょ？っていうことを分かってないですよね、我々の方が。うん。ね、法治国家ですらないんで。昔から条約、約束ごとを破られてきたわけですから、ね、歴史から何にも学んでないってことですよ、我々日本国民が。まだまだ全然緩いですよ。だからこれからもどんどんやられますよ。やられないようにしなきゃいけないのに、ね、全然でしょ。うん。ね、なんでかって言ったらもう、我々の感覚ももうまず緩いと思うし、ね、当然この売国政治家とかね、無能官僚がはびこってるんでね、うん、まだまだこんなのね、続くと思いますよ。うん、やらせちゃダメなんですけどもね。うん。で、まあ、柴崎さんのこのツイートのこの嘘の部分、まあ、これはね、前、ずいぶん前ですけど、この動画でお伝えしたことあったと思いますけど、この日本の農家のためみたいなこと言ってますけどね。要はこれ、つるんでる、ね、この彼氏だかなんだかが、このファームを共同経営してる、ね、中国系ってバレましたからね。うん。だから庶民が趣味で園芸するのも制限されるとかね、この嘘ばらまいて、ね、本質はてめえが組んでる中国人が日本の作物盗んで儲ける商売、これを潰されたくなかっただけの売国の類ですから、こいつもね。うん、だから工作員なんですよ。ね、専門家じゃないから勘違いしただけだの。ね、みこしに担がれただけでね、柴崎コウ自身は悪くないとか言って、このかばってるやつ未だにいるんですけど、アホですよね。だからこいつらもまとめて、このね、やっぱりこの反日工作員なんですよね。うん、もう全部まとめて、淘汰粛清殲滅しなきゃダメなんですけど、まあ、とりあえず今の日本社会、まあ、岸田内閣のせいばっかりにもしてられないんですけども、緩すぎるんで、うん、まあ、多分そこまではやれないでしょうね。うん、徹底的にね、うん、ね、追い詰めて、吊るし上げて、潰さなきゃダメなはずなんですけどもね、うん、ようやらないですよね。今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。